どうも会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。現在の場所は青葉区錦ヶ丘にある仙台市天文台前です。今回はここから道案内を始めたいと思います。道案内と申しましても、このまま秋保方面に向かって交差点や三叉路など曲がる回数はわずか1、2、3回、1、2、3回ということで、3回ある曲がりポイントを中心に道案内を進めたいと思います。まずは山を下って突き当たる T 字路交差点、ここは右折、二口方面へと向かいます。右折した後はそのまま山形方面へと向かい、数百メートル進みます。その後ホテル左官さんを左手に見たところで最初の信号を左折、赤い橋を渡ります。この赤い橋を渡った先にも T 字路交差点があり、今度はそこを右折します。今回ご案内したように仙台市天文台を起点としたルートの場合には、右1回、左1回、そして2回目の右、この3回の曲がりだけであとは直進ということで、今回ご紹介するお店がある秋保木の家さんに到着です。向かって右側にメインの駐車場がございます。気持ちの良いドライブを経て到着しました。今回ご紹介するお店は秋保木の家の施設内にあるレストランコーヒー館さんです。ご覧いただいているのは駐車場にあるゲートを入り、そぞろ歩きしながらメインの入り口まで向かう、その間垣間見える風景です。美しいですね。仙台の中心部から1時間かからずにやってこれる非日常の世界、楽しみです。それでは早速ご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。こちらの木の家のコーヒー館さんなんですが、はい、リニューアルしたというふうに伺ったんですが、いつなんでしょうか。今年2024年の4月からですね。コーヒー館としましてはメニューの見直しから始まり、メニュー改善などですね。お客様にはどの辺がこう今新たに人気ですか。まあ、やはり手ごねのハンバーグですね。これが一番出ますというか圧倒的に多いですね。手ごねハンバーグ、私もいただきましたが、あれ、はい、4種類のソースから選べるんですか。そうですね、デミグラス、トマト、ジンジャー、和風、中でもやはりデミグラスが多いですかね。木の家さんというと、例えばそのロッジ利用したり、はい、あるいはそのバーベキューとか馴染みのある施設だと思うんですが、はい、まあ、他にもなんかあの地元 の, あの手作りの品を置いてたり、ね、手仕事感ですね。手仕事感ですね、はい、うん、まあ、あと下に降りればこれからバーベキュー、秋口には芋煮シーズンになりますので、こちらの方から提供できるようになると思いますので、これから質はもっと上がってくるとは思います。はい、はい、それでは早速メニューのご紹介へと参りましょう。まずは一番人気、手ごねハンバーグです。こちらの手ごねハンバーグ、4つのソースから選べるんですが、今回は一番人気デミグラスソースを選びました。他にはトマト、ジンジャー、和風の3種類がございます。肝心のお味なんですが、もちろん文句なしでございます。ソースとのコンビネーションも最強。そもそもハンバーグ自体が美味しいです。皆様もきっとハンバーグお好きだと思うんですが、こちらはまさに老若男女全ての人に愛される味、そんな気がいたしました。可愛らしい器に乗った付け合わせとのバランスもいいんですが、個人的にはこのデミグラスソースがちょいとご飯にかかった感じ、
さらにハンバーグを切った後にちょいとひき肉部分が露出して、それをソースに絡めてさらにご飯でいただく最強のムーブでございます。さすがは圧倒的人気を誇るというこちらのメニュー、満足感で満たされました。ということでごちそうさまでした。続きましてピザメニューからエビとアボカドのジェノベーゼです。これまた美味しそうです。焼きたての熱々を自らピザカッターで切る、このひと手間がさらに期待感を増してくれます。こうやってピザを食べる時にも感じるんですが、私とことん不器用でございます。お味の方なんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。具材はエビ、アボカド、そしてジェノベーゼ、この組み合わせっていうのは私初めてだったんですが、パスタを思わせるような内容ですね。チーズも伸びに伸びまくっております。しかしピザというのはいつどこで食べても美味しいんですが、こちらのようなロケーションでいただくとさらに味わいが増した、そんな気がしますね。本当に美味しいです。会長チャンネルをよくご覧いただいている方には想像いただけると思うんですが、私何せ不器用、このピザを食すシーンも編集のマジックを使って、そんなアクシデントを回避してお届けしております。ご覧のように指先も香り高く、またオイリーとなりましたが、どうかご容赦いただきたいと思います。ごちそうさまでした。続いてのご紹介はこちらも人気、骨付きもも肉のバターチキンカレーです。皆様も大好きバターチキンカレーそのものについての説明はもう必要ないと思うんですが、ご覧いただいているようにドドンと骨付きチキンが乗っております。やはりこれがビジュ映えというか、この一皿の注目ポイントですよね。そして相変わらずの不器用全開、ご了承くださいませ。ようやく骨から外しましたが、いかがでしょうか、この見事な一切れ、その美味しさ言わずもがなでございます。こちら味の仕立て自体は甘口なんですが、食べやすく程よくスパイシー、そして何より骨付きもも肉とマッチしている、そういう印象を抱きました。そしてちょっとお行儀が悪いかもしれませんが、手に持って骨付き肉を最後まで堪能させていただきます。私の場合最後に指を舐めるその瞬間までが一皿でございます。コーヒー館さんではピザ以外のフードメニューにはスープとお好きなドリンクがついてきます。私はコーヒーをチョイス。個人的にカレーの後のコーヒーって最高だと思うんですがね、いかがでしょうか。共感していただける方のメッセージをお待ちしております。フードメニューのご紹介、最後を飾るのはこちら、サーモンのクリームパスタです。美味しいことは当然なんですが、まず見た目の美しさ、これもかなりポイント高いですよね。この花びらのように見えるのが外側がピンクに彩られたユリ根です。独特の食感もいいコントラストです。メインの具材はこんがりと焼き色がつけられたサーモン、そしてそれに巻かれたイクラです。この親子最高です。クリームソースはマイルドな塩梅、これも老若男女どなたでも好きな食べやすいタイプだと思います。小球種にはトマトスープ、この酸味がまたいいんですよね。パスタを平らげた後、クリームソースもすべて回収して大満足、ごちそうさまでした。なおドリンクの方はブルーハワイソーダをお願いしたんですが、ここは一丁大人の余裕ということでプラス200円のフロート仕様にしていただきました。この美しいグラデーションを含めて最高ですね。私の脳裏には当然のように高中正義のあの名曲が流れたのでございました。阿久木の家のコーヒー館さん、いかがでしたでしょうか。最後にデザートとして本日のケーキセットをご紹介します。
こうした花火による演出も思い出の一つになりそうです。選んだドリンクはカシスソーダ、全体の色合いもいいですよね。こちらのメニューは本日のというだけあって、内容はその日その日のお楽しみ。今回ドリンクカシスソーダを選びましたが、お皿の色合いに応じてドリンクを選んでみる、そういう楽しみ方もいいかもしれません。一見すると女性のお客様同士のお茶会、またはお子様連れのご家族、そういった皆様に注文が多いのかと思いましたが、男性にもかなり人気があるとのことです。私もおっさんでございますが大納得でございました。はい、今回は俗に仙台の奥座敷、そう表現される秋保にある木の家、そのカフェレストランコーヒー館さんをご紹介いたしました。豊かな自然環境の中でいただく美味しいものの数々、まあ間違いございません。皆様もぜひお出かけください。それではまた。はい、では皆さん、これからいろんなシーズン行楽イベントも木の家で開催ありますので、コーヒー館にも足を運んでいただけますようお待ちしております。